んにちは、花草人の尾関淳子です。今日はシクラメンのリースを作っていきます。今日はこの可愛いシクラメンを使ってリース作ってきますよ。ちょっと中腰でやると顔も映るな。はい、今日はお客様のギャラリーも行ってやる気満々です。とシクラメンは事前にこの中の方のちっちゃい葉っぱとか取って、腐ってる葉っぱも取って、葉っぱをこうやって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 広げておきます。シクラメンが6株、濃い色のシクラメンと薄い色のシクラメンご用意しています。あとそれからもう大好きな大好きなロータスクレティクス、よいしょ、それからまだあとカゴに入ってるな、よいしょっと、はい、他にはこの子たちもいますよ。リースは事前にもう土が入っています。この準備するところはトップシークレットなどでお教えできません。初めの状態はこんな、これ、ね、端まで入らなくてここへこんでたりするのですが、40センチリースです。40センチリースの普通に入れる土のよいしょ入るのより 1.5 倍から2倍どっさり土が入ります。はい、これでよいしょ、あと他にね、アジュガのピンクエルフ、ピンクエルフっていうくらいでピンクの花が咲くんだね。それからこちらの、さっきお客様のところも使った、こちらはアジュガとしか書いてないですが、普通の斑入りのグリーンバで周りがこう黄色のが入るタイプです。あとコプロスマ、来週の花壺は多分このコプロスマを取り上げます。ついやついやな、これ林園芸さんのコプロスマです。コプロスマもう一種類の、一昨日のライブ配信でも使ったコプロスマですけど、これはレインボーサプライズという子ですよ。っていう感じでどっさり用意をしております。はい、今日は多分ね、お顔は時々お見せしますけども、ここメインでやっていくので、顔はね時々だけお目にかかることになると思います。ご質問とかこちらのコメントの方でお寄せくださいね。時々一応見るようにはしますので、お返事できたらさせていただきます。さあさあ入れてきますよ。まずこのリース333で作っていくと丸なんで、奇数で作るようにいたします。偶数で作るとせっかくの丸が四角になっていってしまいます。一番てっぺんになるところを決めて、忘れやすいのでね、こういうタグがついてるところを上にしていきましょう。はい、シクラメンのよいしょ、濃いほらシクラメン、微妙にちょっと今ね鼻が効かないのですが香ります。シクラメンの香りっていうやつありましたね。昭和の人なんでわかりますが、昭和の人じゃないとわからないという、はい、シクラメンはこの状態でもうお芋さんが隠れております。ここのまんま水苔を巻くと腐ります。この部分上がっつり取ります。ここ映ってるかな、映らない、がっつり、本当に本当にがっつり、ここ指1本分、お芋さんが見えるのかな、見えないなくらいで、はい、これくらい取っちゃいます。で半分くらいの太さにして、水苔をこの取ったところ、芋のところ、芋より上には絶対巻いちゃダメだよ、お芋のところに巻きます。はい、それでこれまず置いときますよ、そのあたりで。こういう方には、はい、アジュガー、アジュガは細々いくつかに分かれると思いますが、これ分けときゃ早かったね、まあいいや、はい、アジュガは分けれたら分けますが、お別れしたくないって言ったら仕方ないのでそのままよっ。こっち上の方の葉っぱをこうやって分けといてやると比較的、けどこれはまだそんなに分かれてないね、嫌だって、
静かに見てなくてもいいです、はい、適当にツッコミを、はい、なんでとかなんか入れていただき大歓迎です。こんな感じでちょっとちっちゃいのと大きめのと分かれました。でこのちっちゃめな方を入れてきますが、先にこのロータスクレティクスも、ここにお豆ちゃん、黄色いお花が咲く子です。おいくつにかなるな、ここの生産者の方は。ちょっと背が低めのものを選んでおります。この、ね、上の方を汚い手で触ると汚れるので、上の方は綺麗な手の時しか縄サボっちゃダメですよ。はい、先にこのところに組み合わせをしていきます。ふんわりね、もう花束を作るような感覚です。次に足すときに絶対この上には水苔を足さない。もう初めの高さ、もうここより上に足していくと腐ります。この間にふんわりチラチラっと、もう花束ね作るつもりでチラチラっとね、このふわふわ感が可愛いんだね。で花をもっと広げていきます。で先ほどのちっちゃい方、これをこの黄緑色のちょっと足してやります。色の濃いところにこんな薄い子が入るとちょっとね可愛いですよ。でちょっと向きもう少し違うな。はい、こんな感じで、じゃあ一番上になるところ、これをこんな感じ入れると入れにくいので一番手元でやります。でも上はこっちっていうことを意識して、これはそしたら上はこっちで作っているので、根っこをしっかり中に入れて、このままここの水苔のところを持ってそっと入れていきます。指ねなるべく立てる、こうすると周りを押さえちゃうので、こう立ててこう入れます。入れたら思ったところにロータスクレティクスいるかな、いなかったら思ったところに来るようにチラチラと。で今の同じパターンで一緒3つまず入れます。濃い方はこれかな、はい、上の方がっつり、もうここのあたり根っこないのでもうバッサリ、こんなにこんな見えないな、この葉っぱで こんなにこんなに取っていいのっていうくらい取ります。ここには根っこがないところです。この部分取ってから普通に植えると大抵土かぶってこれくらいになります。でもこれ取らずに入れると皆さんここまで入れて腐ります。お芋さん出しといてから植えるようにされるとそうすると腐りにくいです。であまり根っこ崩しすぎるとシクラメン弱るので、これはこれくらいならいいやろうって元気な子やっと結構やってもいいのですが、あまり元気じゃない子をあまり崩しすぎるとダメになっちゃうので気をつけてくださいね。でこの間にチラッふわふわ、これねあんまり肥料大きなって超えてるやつだと可愛いから今度ねちょっと暴走しとる嫌な子になってくる、ね、ちょっとねこの葉っぱの小さめなふわふわな子を選ぶ方がこのお相手になる子で、強い子には強い子、こう優しい子には優しい子を入れるように、ちょっとふわふわってこんな感じにしていきます。でさっきのアジュガはちょっとでかかったのでちょっとキープしといて、もう一つ違うとこから、うわー、ドボドボでやりにくい、水滴る。でこういうのはねもう前の日にお水はやっといてます。でどうしてもっていうときはね、もうこのポットのまま新聞紙の上に置いとくとある程度水が切れます。ということで来週デモされる方もいっぱい見てるので、水は前の日に、はい、してくださいね。色が結構こう明るいのであんまり一箇所にポンとまとめると目立ちすぎるので、ちょっとこんな感じで分けていきます。で葉っぱ下の方の茶色いところとかに切って取ってしまって、で今外側に黄緑色足してるの で外の丸にこう合わせる、
そうすると綺麗な丸がつながってきます。今こっち側外で作っていますので、外側に黄緑を今ずっと追いかけ追いかけになるように作っていかれるといいですよ。で、足して入れたら前の、このためにも初めにシクラメンの、ね、葉っぱが広げてあるので、中にこうやって組みやすいように、で組むときにまた上にならないためにも、お芋さん見せるくらいがっつり取ってる、こんな感じ。で入れるところを前に持ってきて、真下に持ってきて、だいたい3等分になるように、でこのまま水苔のところを持って軽くスッと入れます。でもう一回入れ直します。くるりんと回して、もう一つこい、はい、もうがっつり、ここは大胆にとって大丈夫です。で指全体を使って軽くほぐします。ボドボドボだとねやれないので、半分くらいまで、それ以上取るとシクラメンは傷みます。微妙にね同じ色ね、昨日これ用意してたら、あ、その色かわいいねって言ってお嫁に行ってしまいましたので、ちょっと色が違います。結構こっちの方が丸い形ですね。はい、でこれが外側になります。この真ん中まで寄れそうな位置を探して真ん中に寄せます。2つくらい入れようかな、こっちとこっちと。ちょっと今ボリュームが少なかったので、とりあえず入れて水苔を当てます。でこれ水苔のところを持つ、下の方じゃなくて水苔のところを持つから汚れない。でこれも同じように外側になるところに、もし葉っぱがちょっと欠けてるとかいうところにこういうのを足すと、ね、より効果的です。この時にあんまり飛び出てると乾いちゃうので、高さは同じに揃えます。で水苔を、葉っぱが水苔の中入っちゃわないように、だいたい丈もね同じ感じのところで探してきます、はい、で水苔のところを持ったら、チラチラいい感じのところに出てくるように黄緑がシクラメンの濃い緑とこんな感じでふんわり馴染んでいくように、でシクラメンのお花はこう固まってると色の塊としか見えないんだけど、実はよく見るとこの子すごく可愛いお花なのです。こうやってバラバラに散らすことによって、1個ずつのお花を愛でることができます。でこうバラバラにした方がナチュラルっていうのと、あとこれ全部バラしちゃったので使うね、リースはかけるものです。壁にかけたらこう横向いて、これがキュッと上を向きます。こうするとこれが全部上向くとたくさんあるように見えるし、固まってるやつでこの塊ごとをグッと向いてもこの一つの塊になってしまうので、特にリースはもう普通の寄せ植えもギャザリングもですが、花はバラした方が綺麗です。でこっちの方が丸いよね、この三日月ってなってると思いますが、この丸い方を外にしていきます。なので外側はこっちなので、はい、ここも同じように根っこ入れ、もうちょっとこっち行ってね、根っこをこの間に先にしっかり入れておいて、何気に小指で、こちら側小指で入れときます。で水苔のところを持ってこのままスッと入れてきます。入れたらもう一度入れ直して、向きを変えて、手もだいたいこれで一つの幅がなっていくようにしています。はい、3つ入れたところでこんな感じです。3等分のはずが等分じゃないです。なぜでしょう、根性が曲がってるからそういう時は次の時に入れるものを、ボリュームのあるものを入れてくるっていうようにされると、そうすると大きい小さいが株によって、これ結構でかいよね、これちょっと小さめっていう風があるので、大きいところには大きいのを入れると同じように埋まっていきます。これも一応お掃除をしています。葉っぱが、ね、柄がいろいろあってまた楽しいんですが、こんな感じの、同じようにライムを入れていくので、ライムの
バラしときましょう。腐ってる葉っぱとかちゃんとチェックは初めにしときましょう。もうデモンストレーションの時は事前にこれはやっときましょう。来週幕張メッセ行くんですが、その時のデモの方々のグループが結構見ていただいているので、その方々に向かって話をしております。持ち時間が20分しかないので、お一人が50分の中で2組多分やることになるので、1組があまり時間が取れないので、ことはもうポンポンポンと入れるだけにもね、準備をしとかなあかんということなので、初めてやられるでも初めてやられる方も、ね、見えるので、その方々が結構これを見てくださるので、あなたに向かって話をしてますよどうしてもこれ分かれないという時は地下系がひっついています。こうしてさっきもねやっていただいたようにゆさゆさゆさしながら、これねブチブチっとやるとちぎれてしまうので、ほどくっていう感覚で、そうすると根っこがたくさんついて、でちょうど今3つに分かれるとすごい嬉しいんですが、3つでもすごいボリュームあるのしないと、でこれ1つこれ1つそれ1つ、ほんと薄い方のねピンクの入れてきますよ。1、2、ここにもおるんで、丸々っていう風に作っていくので、今回は同じパーツを連続でっていう風で作っていきます。はい、もうシクラメンね、ここら辺まで来たらもうがっつりね、初めの一つ目はちょっと怖くてやれないかもしれないですけど、もう出して、これ見ていただくと本当に猫がないところです。ここはここの球根の下に根っこは生えます。なので球根より上は、まあ、多少ありますが、ほとんどこの球根の下でもうがっつり取っていただいて、下は軽くほどきます。ここが長めの方がいいですが、今回これねリースなんでこんだけしかないので、あまり長くても困るんですが、軽くほぐしておきます。でこのロータスも同じように今入れていくので、ロータスもバラバラに、この生産者さんによって作り方がみんな違います。1本のものをつまんで枝をふかしてっていう方もありますが、いっぺんにたくさんのものを突っ込んでっていう方も見えます。こういっぱい挿し木してあった方がギャザリングには使いやすいです。であとね、たくさんいかに早く大きくするか、たくさん入っていると他のものより私が早く大きくなりたいっていう、そういう競争の原理が働いて早く出荷できるというメリットも、たくさんこうやってね挿し木で作ってあるとそういうメリットもございますけどね、手間を取るかそっちを取るかっていうのはそこの作られる方次第でございます。はい、これにも水苔を巻いて、でふんわりとこの間からふわふわっとなるように、なるべく元のところここら辺にこう足すと中にならないけど、この分け入って入れます。そうすると結構真ん中に行きます。でもう一つぐらい、これは分かれるか思ったら下でひっついてたという、なるべく中心に一つの株から出てきたというようにね作るといいですよ。でこの間にふわふわっとなるように、でこれもさっきと同じように全部右側にライムがついているので、こう2つになったやつはこのあたりと同じ右側なんだけど、こっちのこれは結構こう中が高いのでこう中側に、でもリースは1個ずつボコンボコンボコンってならないように、できれば全部この高さをこうドームに作らないで、この高さを同じようにしていくと綺麗につながっていきます。その目的によって入れ方とかも変わっていきます。この丸が
永遠につながるっていうことで、リースっていうのは平和の象徴とかね、その幸せの象徴ということで、丸く永遠、途切れてたらいけないのです、リースは。でこのライムがチラ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 と出るように、はい、さっきの濃いところの間に真ん前に自分は立ちましょう。でこちら側に入れているの で葉っぱもねちょっと横長になるようにしていくと、ここからここがつながります。はい、入れる。もうこの辺になったら手元見えないかもしれないですが、でこのまま水苔のところを持ってスッと入れてきます。入れたらこっち側も向きを変えて、ちょっとリースの端が一緒についていってしまったので、ね、よいしょ、ニュッと、ちょっとアジュガがついてこなかったので、もう少しギュッと入れていきます。はい、なんかつながってくるとね、がぜんやる気が出てくるという。はい、じゃあ次ここをよいしょ、ちょっとこれあっちら行っててね、あ、いい感じの乾き具合。これはちょっと逆に乾きすぎてるかも。ちょっと早くからキープしてあったので昨日。はい、この子がっつりがっつり取って軽く周りほぐします。もうこっちこっちが飛んでるみたいにね、ふわふわって。はい、水苔をこのお芋のところに巻きます。もう一回これ持って長く、あ、短け、杖はやっぱりいかん。これ、ね、水苔のグレードは A で表します。これは 2A なので短いです。短いのでもこういう風に長く、映ってないね、長く長くしといて、それで当ててくるんと一遍で巻くようにすると、このギャザリング水苔という糸を使わなくてもできます。はい、ここら辺にチラチラと欲しいなっていうところに当てて、これは結構ボリュームがあったので1つだけにしときましょう。2つ、ちっちゃい時は2つ入れますが、そこそこいいボリュームがあったんで、でこれを今入れたところちょっと寂しくなったので足して水苔をつけます。この時にねぐるっと巻かなくてもいいですよ。でこんな上につけちゃうと腐るので、必ず初めに水苔を巻いた芋のところ揃えます。葉っぱが中に入らないように、アジュガの今葉っぱが入ってたのでちょっと出してやりつつ、こちらが丸く丸くなっていくように意識をしていきます。はい、このまま同じようにスッと入れていきます。俯瞰俯瞰なところにスッと入っていきます。これね、その都度土入れとっては隙間が空いちゃいます。ちゃんとチラチラ、まだこの間は他の子が入ってくるので、とりあえずまずここは入れてきます。はい、シクラメン最後になります。あら、掃除してなかった。これこういうね、よいしょ、黄色い葉っぱ、これ軸が残ると腐るので、また今日もライブ配信すいません、ラジオ切ってます。もう毎週あの日曜日12時はい、でもこれもライブなのに26人見てます。はい、もう皆さん期待しとってくださるのかな、うん、あの予告もしたし、はい、イギヤマのにもあげたし、はい、でこういうね黄色い子、こういう葉っぱは取ってきますよ。でポットはどんどんこう下向きに、ラベルついてるのはやりにくいんですが、下向きにこうどん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 重ねていくと、上になるとだんだんこうちっちゃくなって入らないね、伏せて伏せていくといいです。はい、がっつりとってほぐします。こういうもう一つ黄色い、これは準備をしてなかった株だな。そういう時はもう水苔を、よいしょ、水苔はね水が滴るくらいで使うといいです。こうやって手の中で長く長く持ちます。当てたらこのまま小指を使ってくるんと一周巻ける長さに、この時に手で作ります。ね、
クラブのみんなは 4A のいいやつを使ってるので、これ簡単にいくと思いますよ。はい、ロータス。お、ロータスも一つちょっと足りなくなったのでロータス出しとくよ。先が汚かった。でもう一つロータスを出して、この辺映ってないで大丈夫。この中でね、こうやってひねってる場合もあるので、パカンと割ると折れちゃいます。でこの上のところをこういう風に取っていただくとどうなってるか分かるので、本当にこれくるーっとひねってた。でそれからほどくようにゆさゆさ取ってきます。はい、今のちょっと小さかったので反対側からもちょっと足していきましょう。でこれも水苔を、これ形がどうなってるかちょっとよく見ながら次の足して、水苔を足していきます。はい、間からチラチラと出るようにしてきます。じゃあもう一つ入れとこうかな。はい、こんな感じでもう手の中で綺麗な花束ができているっていうことが大事です。で水苔は一番初め芋のところに巻いたやつより上にならないっていうことが肝心で、根っこがちょっと出てた。でこうなるとここ逆に反っちゃうので丸く丸くなるように、この器麻布までいっちゃわない。でこのままスッと下に入れてきます。はい、なんかすっごい華やかになったでしょ。にぎやかに。でここの間それぞれのお花を次つなげていきます。つなげていくのにこのコプロスマス、これを使うかこれを使うか、でもちょっとこれだとおとなしすぎちゃうので両方使ってきます。このレインボーサンライズ、虹の夜明け、なんだろう。レインボーサンライズはこれ2つ、これくらいねサラサラで乾いてるとすっごいやりやすい。でもこれはこのあたり寂しいので今こっちに横に長いんでっていう形も、あとちょっと今までより色がすごい変わってる色なんで、これを大量に入れると今までのイメージが変わってくるので、うどんに一味くらいに、よく言うね、ちょこっとピリッと効かせるというのがコツです。よいしょ。でこっちのアジュバを、あんまりこれ根っこ張ってない、これはお別れしたくない、これが一つです。この真ん中の空いてるところにこう足して、まず水苔で、これでは別物になっているので、ここの中にスッと入り込むように、ちょうど下の方わびしいやつが、この下の方ないやつがこれによってこういう感じで馴染むようになってきます。でここにまたロータス入れてもいいんですが、今ここの空いてるところの形、こう空いてる三角形、先ほど作っていただいた時に三角形という、これをこのまま入れるとつながらないので、この S 字がさ、あ違う、こうこっちがこうなるように、ここにこう入れていくようにします。でこっちが膨らんでるので、これはこの間にこういう向きで同じようにちょっと入れたら、お隣さんとも仲良しさんをしている。その都度こうシクラメンの中にもこう入り込むように、仲良しさん仲良しさん仲良しさんなってね、言い聞かせていきます。
こっちの方、ちょっとこっちの方までちょっと今の長かったので、この間を通って下の方のないやつもこういうところを下の方をくぐらせて、この辺りからひょっこり顔を出してくる。この辺りこんな感じになります。でとりあえずこれを一個おきにしますが、2つに分けた時に大小できます。大小できるのでちょっとそれを考えながら、これは簡単にサラサラサラっと取れる。これはちょっと深いと、今こっちに長いですよね。こっちに長いのをくるくるくる、長いのをつながるようにつながるように、こことここは結構大きめに空いてるので、まずここに入れていきましょう。でアジュガも横にこうやると、こうやって一つなんだけど横に広げて、お別れできないんですけどこう広げます。これでも一つだけど、こう、あ、カメラに見せながらね、これだとちっちゃいけど、こうすると横に長いの分かりますよね。こう横に長くして、これも横に長いのをこれとこれをガタンとやると結構な横長に。でとりあえずこれで水苔でペタッと当てて水苔のところを持ちます。それからゆっくりここの中に出てくると綺麗だなっていう位置にこうやって合わせていきます。結構横に長いので今1個空いたここ、さっきと同じように S 字型になるようにここら辺でこのままキュッと、今こう横にこう力入れていくと前入ってるシクラメンをビシビシビシってなんで、今度リースのこういう向きに力を入れていきます。ちょっとここに入ってる、ビニールが入っちゃうとこ気をつけて入れたら、さっきから入ってること仲良しさん仲良しさん仲良しさんをしていきます。ちょっと飛び出てるのもこういう中にシクラメンの葉っぱの中にクリクリクリッと入れてみます。なんかさっきと随分感じがこうちょっと飛び出てるな、飛び出てるのでもう一つ丸くならないのでもう一丁なんか入っててねっていう感じで、もう一つこれくらい、これは寂しい、これがこれでいこう、これが結構ボリュームあって、こっちちょっとちっちゃいのでちょっとボリュームありめのところを使ってきます。なんでボリュームありめなのかっていうと、次にボリュームのない子は次にこっちのこのコプロスマとボリュームありと加えるとこっちモリモリになるので、これと組みたいのでちっちゃい方残しています。でアジュガ、さっきと同じようにアジュガを、わあ、こういう子大好き、サラサラサラっといく。でさっきと同じように横に広げてここの中に入れてきます。こういう時はなるべく真ん中まで寄れるところを探します。真ん中まで寄れるところを入れるとこうなっちゃうので、これ追いかけ追いかけない、これはね反対にこれを実はこう入れると、ちょっとまだ当ててやるだけなんで、こうしといてこの中に入れ込むようにしていくと自然な感じに両方から、ね、こう馴染んできます。キリッといい感じにこの赤の風が効いてるね。でこれを今の1個置きのところにこの丸丸っていうところのここにちょうど丸がってこっちか、ここに丸が入るといいっていう、そういう位置を
とね、これパズルなので、空いてるところにぴったりのピースを探すじゃなくて作って入れると。はい、このままギュッと入れてきます。入れたらお隣さんと仲良しさん、仲良しさん、なじませます。なんかちょっとここら辺へこんどるなっていう時はお隣からなんか連れてきます。まあ、ロータスを出してもいいかな。ぐっと下にこういうあんまり飛び出てるのは下げていきます。でこの空いた、あと空いてるところにこの結構目立つこっちのロータスを、ロータス違った、これはコプロス、コプロスマーマーブルクイーン、この辺りでは完全に外で大丈夫です。これね、一応キーです。でかくなります。でチョキンと切っておけば小さくなります。で結構これはガッとこう伸びてるやつなんで、これをこう外に出してしまうとこの目立っちゃうので、さっきと同じこれ S の字、こういうこういう風で丸く丸くつながれつながれっていう風でやってきます。でペタンとなっちゃうので、さっきのこれだけの間にこのこれを持ち上げるみたいに下から入れておいて、ここは結構ロータスロータス来てるのでロータスは入れずに、これだけでこの間をこうやってチラチラとなるように入れていきます。うーんと、ここを今入れます。で斜めにまっすぐ入れないで斜めにこっちこっちこっちっていう風でこの綱を編むようなイメージですな。まあ、これ外側に出しても、あ、ここ外側に出した方が綺麗かな。その空いてるものがどういう形に空いてるかにもよるんで、これは斜めに外に出していくようにしましょう。でこの綺麗な方のコプロスマを、結構目立つな、これ目立ちすぎるときはこう下に下げて、シクラメンの葉っぱを上に上げてくる。で見せる量が少なくなると目立たないので、よっ、ふりこれも少しこっちに来るといいかな。つながったここ。で今の同じようにまたこれは今度 V の形、この形がそれぞれ植物によって違うので、これに合った位置に入れていきます。あれは2つ、あー2つだ、嬉しい。2つだと追いかけ追いかけっていうこともできます。こんな感じね、これは好きなようにというのか、ここが今空いてるように組んでいけばいいので、こっちのボリュームがあるからこれに水苔を巻こう。このカラフルコプロスマ、もう勝手にカラフルコプロスマにレインボーサンライズで、ちょっとここはこの辺りあんまりないので大きい方を使ってみます。大きい方で元のところ水苔を巻いて、でこれ今2つになって、あ、さっき水苔巻いたからさっきのやつはいらなかったな。これでこの間に追いかけ追いかけにしてやろう。こうしてこういう向きに向こうに流れるように作っていきます。今がここにどういう感じで空いてるのか、こういう風にしちゃったらここでは飛び出てしまうので、つながれつながれている。こうするとちょっと入れれないので、まずこれだけ入れて後から足しましょう。かき分けて、これ一つ入れておいて、
でもう一つで、ちょっと下の方が空いてるのでアジュがもう一つ残ってるので、ちょうどお隣さんアジュがなのでつながるようにこれ入れていきましょうか。よっと、くるんと。カメラそっち全然映ってない、見えないけど、まあまあいいことにしとこう。はい、これ飛び出てるので、飛び出てるやつをこの下にして、これが飛び出て気になってるのをこのシクラメンをかき分けかき分け中にもう入れ込んできてしまいました。うわ、カラフルになってきたね。で、あとここ最後になります。の割にはクレティクスいっぱい残っとるので、また後でどっかに入れていきましょう。で、これが今ここら辺が赤いのがないね、この辺りが。なのでこの辺りに来るようにこれは入れていきます。あ、こう三角だからこういう向きにこれは入れていくといいですね。こっち元にした方がいいかな。よいしょ、こんな感じでしたいので、どこにどういう向きに入れるかっていうのをよく考えて、でなるべくこれは引っ付けて、この中にもう本当に自然にそういう風に生えたっていう風に作っていきます。ここはクリティクスいっぱいあるところなので、とりあえずこれはこれだけで入れていきましょう。他のものをかき分けて、水苔のないとこは今入ってないところなので、水苔のとこは前入ってるところなので、そういうところには入らないです。キュッと入れてきます。他の前入ってるやつと仲良しさん、仲良しさん、この垂れ下がってるのもこういうので持ち上げてきます。これ残ってるんで、なんか今コプロスマ入れたけどペタンとしてるこことか、ここにふわっとしたのを、今ここが今ペタンコしてるところが気になるんで、内側からよっとチラチラ、花束のかすみ草効果みたいな、チラチラと、ふんわり軽い感じになります。あと今のところにも、でこれで一応全部入ったので、周りをまず外側から水苔を猫出てるところにこう持ち上げながら入れていきます。でこの水苔があるところはね、いらないです。ないところだけで、葉っぱ入れ込まないように気をつけて、ぐるっとこう出てるこういうのをちゃんとしまっていきます。一周ぐるっと回しながら、時々顔を見せないとやってるの感じなので、はい、あ、まだ14人の方がお付き合いいただいています。ありがとうございます。ここ水苔やることによってこれ起き上がってきています。ここてっぺんのところ、お見せするようにここ側でやってたけど、こんなして見ないと見えないのでちょっと失礼して、ここの手元を見やすいようにちょっとやらせていただきます。こっち手元でやらないと土がこうあって、こう葉っぱがあって葉っぱの上に乗せてしまうということになっちゃうので、ちょっと見えるようにこちら側で、これで一周回ったので外側やってから内側やります。
内側やったか外側やったらあっち切ったりこっち行ったりこっち行ったりこっち行ったりなっちゃうので、まず外側やってから内側をやるとそんなに何度も負担にならないので、内側をぐるっと入れていきますね。そうするとここ今入れたの外に広がったの分かりますか。はい、これはね壁にかけるやつです。やらないとバサッと落ちてくるので、表面に水苔で蓋をするというかカバーをしていきます。ぐるっと葉っぱが入っていないようにちょっと入ってるとね腐っちゃうので、これでぐるっと一周入ったかな、根っこ出てるところも、はい、これで全体が入りましたので、こっから、はい、いつものようにお隣さんとさっき仲良くしましたが、なじませなじませ、欲しいところにちゃんとこれ来てるか、葉っぱをシクラメンの葉っぱ初めに広げましたけども、もう少し綺麗に整え広げていきます。お花も欲しい位置に来てるか、この間からコプロスマのレインボーサンライズチラチラっと出るように、結構目の前にバンと来る目立ちすぎちゃうので、なじませて綺麗な丸が、ここへこんでますので分かりますか、綺麗な丸につながるようにここへこんでるので、ちょっと外向きにちょっと、そうすると飛び出るからこっちに来てね、引っ掛けて丸くつながるように丸く丸く、幸せ、皆さんの幸せを祈って外向きに広げて、リースもこれ30、今40で作らせていただいてるんだけど、30でリース作ると真ん中が抜けません。これ起き上がって全部くるので埋まっちゃうので、せめて35くらいした方がおすすめかな。この辺に来るとリースっていうよりも花輪になっちゃうので、あんまりこんなこれ以上でかいと花輪になってしまうので、でお花を散らして散らして散らして、下がとチャチャチャッと、はい、こんで出来上がりですが、このギャザリングリース この最後の儀式がございます。これはしっかり入っていないといけないので、これを、はい、まあ、とりあえずでかいの、あれこれ何、あ、これフックの袋、はい、出来上がりはこちらです。でこれをリバース、ひっくり返します。これができてないとやり直しっていうところですね。はい、振っても落ちません。必ずこれね皆さんやっていただくことになりますよね。はい、こう落ちても落ちないので、もうかけても大丈夫。とりあえずてっぺんどこだったのかな、ここ、はい、こんな感じで、もうやっとね朝寒いなと思って起きる頃なると、シクラメンが普通に使えるようになります。これあとねシクラメン明日になるとキュッと上を向いて全部ねこうお花上がってくるので、またね感じが変わってくる。はい、可愛らしいリース、あなたのお家にもいかがですか。はい、今日もご視聴ありがとうございます。お客様ありがとうございました。はい、毎週日曜日ライブ配信またやりますね。わー、ハートがいっぱい飛んでる、嬉しいな。みよかちゃんありがとう。はい、ありがとうございます。はい、皆さん来週の IFX 頑張りましょうね。花草人の小関純子でした。またねー。